どうも、ヤクモコマチです。戦国姫セブン番外編、始めていきましょう。では、早速武将に会いに行きましょうかね。多分、あ、吉川さんだね。なんてこった。その日俺は、広家殿の調査を終えて、笑えばいいのか、悩めばいいのかわからない気分で頭を抱えていた。あ、わかったんだ。得意の増えた原因が、まさかただの食べ過ぎだったなんて。そう、以前俺は、不自然なまでに増えた食費の原因を、なんて読むの？イブカシミかな？誰かが横流ししているのではないかと疑い、家の中を調査していた。この調査で浮かんだのが、吉川広家殿である。何しろ食費が急激に増えたのは、この人が来てからなのだ。俺でなくとも怪しいんだだろう。早速その周辺を調査したのだが、まさかただの食べ過ぎだったなんて。嘘だろ？普通じゃない増え方だったんだぞ。思いもよらなかった調査結果に乾いた笑みがこぼれてしまう。だが何にしても原因が分かってよかった。何より横領とかでなくてほっとした。それどころか広い殿の周囲にはやましいところなど何一つなく、その潔白ぶりに感心すらしたほどである。とはいえ食べ過ぎなのは事実で、このままではお家の財政も破綻しかねない。少し控えてもらおうと、俺は広家殿の部屋に嘆願へ向かった。広家殿のことだ、きっと話せば分かってくれるはず。だが、お断りします。絶対に嫌です。ダメだった。そんな淡い期待は一瞬で粉々に砕かれた。それどころか物腰は柔らかく、あれだけ人の良さそうな表情を崩さない広家殿が、俺を睨みつけるように初めて怒りの表情を浮かべた。ここまで強く拒絶されるとは思ってもいなくて、そのことに驚き思わず声が高くなる。どうじゃだ広家殿、食べるなどとは言ってないんだ。少し控えてくれるだけでいいんだ。それなのにどうしてそこまで頑なに拒むんだ。何と言われようと、嫌なものは嫌なのです。絶対に食べる量を減らすなんてことはいたしません。丁寧な言葉遣いこそ崩さないが、強固な意志を感じさせる声で言って、広家殿は俺の顔を覗き込んだ。逆にお尋ねしますが、天城殿は息をする回数を減らせと言われて、はいそうですかと命令に従えますか。むちゃくちゃだな。それとこれとは話が違うだろう。食事とは息を吸うのと同じくらい自然なことなんです。こんな常時食べてるのこの子。だがこの帳簿を見てもらえばわかるだろう。このままだと当家の財政は遠からず破綻するんだぞ。え、私の食費ってお家の方で負担してもらってたんですか。初めて広家殿が驚いた表情を浮かべた。そんな反応に俺も驚く。知らなかったのか。そうか、そうなってくるのか。あーと俺はようやくガテンが言って膝を叩いた。同時にあれだけ固くないんだった理由も了解する。自分で稼いで自分で金を払っているつもりなら、それは人から言われて止めるはずないよな。自分で切り盛りしてたものを必ず食べちゃって、しかも食費は全部お家持ちなんて、それじゃあ天城殿が怒るのも当然ですよね。まあうん、打って変わってシュンと広家殿が肩を落としながら頭を垂れる。いや、分かってくれたらいいんだ。それよりもこれからのことを相談しよう。今までのことは気にしなくていいから頭を上げてくれ。片付けないです。これからは普通に食べる分の食費は当家が負担するとして、それ以外は広家殿が自分で負担する。それでいいかな。はい、食事の量が足りないときは自分のログで食べるようにします。
あっさりと提案を受け入れてくれて、俺は心底ほっとした。と同時に調査した時に分かった潔白ぶりを思い出す。食べる量こそ異常だが、それでもこの人はちゃんとまともだ。こうして話せば分かってくれるんだから。これで一件落着だと、俺は胸をなで下ろすのだった。あ、終わるんだ、これ、この件。でも、なんかあるんだろうな、これ。まだ。じゃなかったら、ここで絆化してるよな。お、残り1錠になったよ。ほらほら。残り、岩月城かな、それ。岩月城だね。あれ？なんか見慣れたっぽい人が来たんだけど。ここに来てまだ仲間増えますか？一応制限ターンあるんだぜ、このゲーム。300ターンって。調べたんです、それ。300ターン以内には終わるだろうけど。三成と長政が仲間になりました。これからよろしくお願いいたします。さあ、恩賞渡しに行くか。このよろしいのですか。長政たちの能力って何。これからも励ませていただきます。長政たちの能力が見たい気もしたんですが、どこにいますか。いた。的確な式。地獄プラス15。海に一回いっぱい増えてるけど、あ、泳ぐってあるんだ、浮田さん。あっちの子だけだと思ってた。泳いで参る。あ、不審奉行だ。そうか、そういう能力っても改めてもう一回見直すっていうのも面白そうではあるな。とは言っても、まだ全然レベル上げに関しては、一応やってはいるけどね。いっぱい頑張って、いっぱい強くなるんだから。見た感じ10あれば、レベルじゃスキルは全部覚えるっぽいから、あれだけど。あ、そうだ。ちなみに、ここの国、ちょっと見せてごらん。お、もうだいぶ敵の数減ったね。長剣も700しかないじゃん。水野がいて、あ、家康が一人で短期で来てる。あー、里見も行ってたね。で、なんか上の方もちょろちょろと押してきてますね。真壁城も落としてるし。なんか遠からず、うちの防衛ラインと、を減らしていける感じがするね。まあ、このまま頑張っていただけたら俺は楽でいいんですけど。あ、上に追加されたね。そうか、黒田長、清正がいなくて長政がいるのか、このゲーム。あれ、吉川はいない。おやおや、おや、じゃあ、とりあえず、あまごちゃんに行こうか。オール、入れ。貴様ら、こんなことをして、ただで済むと。親方様も、ただで済ますつもりはないだろう。せいぜいふっかけて取引に使われるだろうさ。あれ？今俺押したよね、アマゴちゃんを。取引って社に対してこんな真似許されると思うな。あれから2日、その間飯が出てくることはなかった。取引に使おうという人質に対して随分ひどい扱いをしてくれる。少し油断しすぎたか。牢にいられてからもう何度そう考えたかもしれない。敵将は短期と聞いていたから、このような可能性を考えて警戒していたつもりでいたが、門をくぐってすぐに取り押さえられるとは思っていなかった。まず交渉ありきと考えていたのは甘かったのだろう。これほど問答無用な扱いを受けるとは思いもしなかった。さて、どうやって抜け出したものか。おとなしく待っていれば、取引が終わって解放されるかもしれない。一緒にこの城の攻略に来ているのは常久だし、交渉力に不安はない。けれど、死者に対してこのような真似をする者がどんな取引を持ちかけるのか考えると、交渉は難航するだろう。
なんかすげえ音してますけどね。じり、あの、なんか燃えてるっぽい音がした後、今、あの、土器が上がってましたけど。少なくとも味方に見捨てられることはないだろうけど、敵がどう出るかわからない。こっちはこっちで何か方策を立てて脱出を試みないと。なんかさっきから妙に騒がしくないか？見つけた。常久？ああ、やっぱ燃えてますよね。常久に牢から連れ出されて外に出ると、驚いたことに城が燃えていた。常久、一体何をした？捕まったソーマを助け出しました。あの、後ろの怖い人たちは何ですか、それ。可愛らしい顔で怖い兵連れてますけど。やり光ってますし、ピカピカと。家庭をはしょるな。俺が聞いてるのはその方法だ。ちょっとしたいたずらを。いたずら？どんないたずらをしたらこんなことになるんだよ。ここまで来る間、いくつか敵兵のムクロが転がっていたけど、数は多くなかったし、人の気配自体少ない。城を捨てて逃げ出した後という感じだ。おお、ソーマ殿、ご無事でしたか。ほら、みんなも喜んでいるし、よかったですね。策については後でお話ししてあげますから。で、ソーマ聞いてます？聞いてます。なぜか くぐもっているが聞き覚えのある家臣の声に目を向けると、そこには腐乱した死体にしか見えない化け物がいた。しかも何体も何体も群がってきていて、亡者の群れがわらわらと集まってくるのを見て、俺は意識をスーッと遠のいていった。おや？しっかりしてください、ソーマ殿。で、というわけです。なんてバカなことを考えるんだ、常久場。ですけど、取引について検討したいので時間をくださいと言っても、ほとんど猶予をくれなかったんですもの。下手に間を開けたら、それこそソーマがどうなるかと思って、強引な策に出るしかなかったんです。その結果何ですか？ハロウィン的な催しですか？考えただけでなく実行に移して成功させてしまった事実に二の句が告げない。それが目を覚ました後で、常久から話を聞いた俺の素直な感想だった。交渉の余地はないと考えた常久は、すぐにある策を考えて実行に移した。騒がしい。化け物たちに追われているのです。どうか中入れてください。何をバカなことを。どうぞあちらを、あれをご覧になって。ネヒサが震える指で指差した先には、足を引きずるようにして何体もの屍がうめきながら近づいてきていた。歩くうちに手がもげても歩みを止めない、足がもげても張ってくる。そろって踏み上げた二人は、縄文脇の潜り戸から中に逃げ込んだ。まんまと城内への侵入を果たした常久は、門番に早くこのことを城内の者たちに知らせるよう告げる。承知して駆け去った彼らを見送って、常久は城門を開け放つと、歩く屍たちを招き入れた。ニコッ。そして中に入った一同は問答無用で火をかけて、逃げる者を追わず慌てふためいて目の前に飛び出してくる者たちは、皆でも刈り取るように切り捨てていったという。なかなかよくできた作り物だったでしょ。まさかソーマまで気を失ってしまうとは思っていませんでしたけど。だろうな。コロコロと笑いながら語る常久に、俺はむくれてみせた。牢に放り込まれてからずっと飯を抜かれていて弱っていたんだ。そういうことにしておいてあげます。いくら夜だったとはいえ、作り物と気づかずに失神してしまうとは、我ながら情けない。
俺一人のために城が一つ焼け落ちてしまった。それは向こうの自業自得というものです。この身としては何としてでもソーマを助け出したかったですし、礼儀知らずは懲らしめてやりたかったんですもの。城など必要ならまた作ればいいのです。でもソーマを失ったらどんなに頑張っても取り返しようがありません。ソーマが無事で本当に良かったです。善久はすごいな。あの短時間で策を考え成功に導いてしまった。しっかりと優先順位を決めてその上位に俺を据えてくれたことは本当にありがたいと思う。ありがとう、常久のおかげで助かったよ。結局それ以外に常久に向けるふさわしい言葉はないと思い、心からの感謝を告げて頭を下げた。どういたしまして。笑顔ですね。にっこりといたずらが成功して得意げな子供のように笑う常久を見て、自分は常久に助けられたのだと改めてありがたく思った。次ぐらいでなんか告白っぽいの来たりするかな。ないんだよな。ちょっとターン進めてみます。いや進めても変わらない気はするな。いなくなったわけじゃないもんね多分。いるね。ということはだ、もしかしてここに何か出てる？いや、必達は1個しか出てないな。だとしたら、いや、一回回してみるか。やはり一度回してみるべきか。どこに誰がいたっけ？それ福島だな。まあやっぱ福島のところに置くべきか。安全を兼ねてるから、ああ違う、武将移動でイザネを剣心のところに投げとこう。で終了かな。特に何かやることがあるわけじゃないんでね。お、ついに滅んだんじゃね、それ。金国日光一騎。そうそう、加藤清正いるんだよね。特に新しいのは稲下げかな。取ったけど取られたって感じだな、お市場。誰でもいいか。鍛錬鍛錬っと。もう毎回あれするのめんどくさくなってきた。あ、やっぱ職務にねえんだよな。あれ吉川さん終わり？いや終わってはないんだけどな。あれかな、小早川を進めないといけないか。もともと次行くの小早川の予定だったんだけど。レンズちゃんで常久に行ってこようか。常久の行っていた部屋は、あの辺りは来客用で普段は使用されていなかったはず。だからこそそういう目的のために指定されたということだ。指定されたということなんだろうけど、なんだろう。先日、日が落ちてから俺の部屋に来た常久は俺を驚かせた。こんな時間に常久が訪ねてきたのは、ソーマの恋の相談があったからなのです。おう、恋の相談と言っても常久のことではなく、持ち込まれた相談事なのですが。楽しげに笑う常久を見て、なるほどと独身する。実は、ある女子をこの城で働くことなのですけれど、この者がソーマに恋をしたというのです。おう、そのような思いをその身に宿したことに気づいたとき、その者は随分と驚いたそうです。気がつくとソーマの
ことを目で追うようになり、言葉を交わすことに喜びを覚えて、初めのうちはそれで十分満足していたそうです。おう、とはいえ思いが募れば身を焦がすのが女心というものです。彼女の思いは募り、持て余すことになってしまったとか。常久さん、自分のことですよね、それ。彼女は今一度でもいいから肌を合わせて、そのぬくもりの中で朝を迎えたいと考えるまでに思い詰めています。おう、一晩で構わないから相手をしてやってもらえませんか。と言われても、よっしゃ任せておけとは言い難い話だぞ。せめて相手の名前くらい教えてくれないか。あら、名前を教えたら引き受けてくれるのですか。こういうわけじゃないけど。そうでしょ、どちらかというと何も知らずにそのものと会い、直に思いを打ち明けられた方が、相馬はなんとなく流されてしまうのではないかと常久は思います。よくわかってんじゃん。さすがに反論したいとは思ったが、反論できなかった。彼女も自分の口から思いを告げたいと思っているのですよ。だから常久はそのものの名前を明かすわけにはまいりません。断りたいのでしたらどうぞご自分で。常久は彼女の言葉を伝えることは承知しましたけれど、すげなく断る相馬の言葉を彼女に伝えるのは嫌です。自称してそう言われてはそれ以上言える言葉があるはずなかった。わかった、そのものと会って話をしてみる。では明晩9つ半頃にこの部屋を訪ねてください。9つ半、真夜中だな。姫ごとには良い時間でしょ。楽しげに笑って常久は部屋の場所を示した紙を残し、俺の部屋を出て行った。さて、この辺りのはずだけど、待っているのはどんな方だろう。武将とは限らない、もしかしたら女中の誰かかもしれない。常久には直接話せば相馬ならなんとなく流されてしまうだろうとか言われてしまったけれど、うっかりそうならないように気をつけよう。となんだか悩ましげな声が耳をかすめた。この辺りは今日は無人だったはずだから、この声の持ち主は、あ、違った。この声の主は待ち合わせの相手か。実際明かりがついている部屋は一つだけだし、どうすればいいのでしょうか。妙に艶っぽい声に聞こえるけど、もしかしたら病の発作で苦しんでいる声かもしれない。何よりそこに待ち合わせの相手がいるかもしれないと思い、俺は声のする部屋に近づいて中を伺った。不意に昨晩の常久のセリフを思い出した。思いが募れば身を焦がすのが女心というものです。彼女の思いは募り、持て余すほどになってしまったとか。彼女は今一度でもいいから肌を合わせて、そのぬくもりの中で朝を迎えたいと考えるまでに思い詰めています。一晩で構わないから相手をしてやってもらえませんか。常久はまるで他人事のように言っていたけれど、あれは常久自身のことだったということなのか。常久はどうしてしまったのでしょう。その常久があのような形で俺をこの時間にここに呼び出した。だとしたら今のあれはわざとということだろうか。ここに意図があるように思われた。ソマと触れ合いたい、そう思ってしまうのは罪なことなのでしょうか。常久はソマと肌を重ね合いたいと思っています。これは謎かけということか。その気がないなら見なかったことにして立ち去れ、もしその気があるなら戸を開けて入ってこい。
そして肌を合わせ互いのぬくもりの中で朝へ迎えようと。物に執着するということがない常久が俺を求めてくる。だとしたらそれはとても名誉なことだと思う。そうな。なら迷う必要などない。俺は意を決して常久と俺の仕切りを取り払うようにそっと障子戸を開けた。常久、待たせてすまない。俺が声をかけると常久は真っ赤になった。声にならないうめきを漏らしているあたり葛藤がうかがえる。俺が来るのは分かった上での先ほどまでの発言だと思ったのだが、そうじゃなかったのか？それはそうなのですけど、つい入り込みすぎてしまったと言いますか。策し策に溺れるというのはこのようなことを言うのですね。いや、うまいこと言ってもむしろ恥ずかしさを助長してるだけだと思うぞ。何に溺れてたんだよ、何に。まあ、思わず先ほどまでの常久の悩ましげな様子に見入ってしまった俺に言えることではないけど。それで、入ってきたということは、すべて分かった上でのことですよね。今にも拗ねて背を向けてしまいそうな声で言いつつ、けれど常久は逃げずに俺と向き合った。ことにして立ち去らなかったのですから、常久は期待してもいいのですよね。あのような形で呼び出されて、あんな様を見せられて、常久が俺をどう思っているのか理解したら逃げられるはずないだろう。というか、その上でなら俺が逃げられないと踏んだからこそこんな策を仕掛けたんだろう。それはすごく常久らしい仕掛けだと思った。策を仕掛けるためなら多少自分が恥ずかしい思いをしても構わない。そんなところが、あのまま逃げたとしても俺はこのことをなかったことにして、これからも常久と変わらず接することなどできないと思った。だから、ありがとうございます、そうな。この身と共にこの夜を過ごしてくれると決めてくださって、常久はすごく嬉しいです。すりと笑って常久は俺に近づいてきた。手を伸ばして俺の頬を包み込む。そうな、このような時にどうしたらいいのか、この身は忘れてしまいました。だから一から教えていただけますか。それじゃあ常久、目を閉じて。素直に目を閉じて常久にそっと口づけていった。で、すぐ朝になると。これ以上はダメだったんですね。俺が目を覚ますとすでに起き出して俺の顔を覗き込んでいた常久と目が合った。おはようございます、ソーマ。笑顔を眺めていたところに目があって、よほど驚いたのか常久はバッと俺から離れてしまった。おはよう常久、どれくらいの間俺の寝顔を見ていたんだ。内緒です。顔を絡めて視線をそらす常久は可愛くて笑ってしまいそうになる。昨夜の常久も可愛かったけれど、今朝の常久も負けずに可愛いな。褒めていただけて嬉しいです。よければ差し上げますよ。いや、いくらなんでも自分を褒められたからって自分をくれてやるというのはやりすぎだろう。何言ってるんですか。ソーマには昨夜この身を差し上げたようなものです。いっそこのままソーマのものにしてくださいな。あれ、それ昨夜って書いて昨夜って読むの。確かにこういうあれはあるけど、あ、本当だ、昨夜で出るわ。ってことはこういうゲーム上、その昨夜って書いたら昨夜って読んだ方がいいのか、どっちでもありなのか。そうしたら寝顔だって見放題です。それは誰が、誰の寝顔をなんだ。お互い様です。楽しげに笑う常久の提案は魅力的で、本当にもらってしまおうかと思わず考えてしまった。おっと、まだ
絆化してないのか。ちなみにですが、一川さんはいないんですよね。小早川は次行ってみようかな。まあでは、今回はここまでにいたしましょう。ちょうど30分になったね。いやー、ぜひさんの、イベント指示か。あれちょっと予想外だったな、あのゾンビは。まあ、今だったらどうなんだろうね。まあ今でも驚くのは驚くとは思うけど。まあ昔なら特になのかな、やっぱり。あれ、まあ本当にあんなの来たらやべえと思うけど。あとやっぱり、なんだろう、なんか、見た目に合ってない感じもしたけど、可愛らしかったね。なんかあの可愛らしさがあるから許されるぐらいな感じはあったかな。うん、すごく俺は満足したよ。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。